皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日はプロテインの、こちらの抹茶のチャチャチャを使って、パンケーキを作っていきたいと思います。では、早速作っていきたいと思います。よろしくお願いします。まず用意するものなんですけれども、まずホットケーキミックスですね。市販で売っているもの、1袋になります。なので、ホットケーキミックスに書いてある、材料通りに用意していただけばいいんですけれども、卵1個と牛乳ですね。こちらが、今回は200用意しました。で、プロテインは、抹茶のチャチャチャが1食分、30g ですねになります。では作っていきます。まず、本当は普通にホットケーキ作るときって、牛乳入れるだけだと思うんですけれども、その入れる牛乳を、抹茶で割ったプロテインで、作っていきたいと思います。ですので、こちらの大スプーンすり切り1杯を牛乳 200ml に、入れていきます。こちらの抹茶いろいろとお菓子に使ってみたんですけど、風味がすごく あってすごく美味しいので、パンケーキも合うと思います。はい、これでいつもの抹茶のプロテイン牛乳割りが、できました。まずホットケーキミックスをボウルに入れていきます。そこに卵です。で、抹茶のプロテイン入れます。かき混ぜます。はい、混ざりました。これで生地の完成です。では、フライパン温めます。軽くオリーブオイルを、引きます。キッチンペーパーで、広げます。では粉入れていきます。高いところから落とすと空気を含んでふわふわになるそうです。表面に泡がプツプツして空気が出てきたら、ひっくり返します。で、プロテインを入れているので生地の方が、普段よりも少し焼けるのが、早いかと思います。それはタンパク質がですね、熱によって固まりやすく、なりますので、プロテインをお湯で、溶いたりすると固まっちゃうと思うんですけれども、それと同じ原理で、熱を加えることによってすぐに固まるっていう、性質があるので、こういったお菓子作りする時には普段よりも早い時間で焼けるかと思います。では焼けました。はい、こちら綺麗に焼き上がりました。抹茶の緑色が綺麗に出てます。ではここにですね、より美味しく見えるようにこちらのペコちゃんのミルキーを、かけていきたいと思います。これはお好みで好きな量かけてください。はい、こちらで、
抹茶のチャチャチャを使った、プロテインパンケーキの完成です。では、こちらのパンケーキの、栄養成分値になります。エネルギーが240キロカロリー、タンパク質が 12g、脂質が 4g、炭水化物が 43g になります。ですのでね、置き換えダイエットとか、されている方は、こちらのプロテイン入りのパンケーキ使っていただくと、美味しく、それで、食事の代わりになるかと思いますので、ぜひ使っていただければと思います。それでは今日は、抹茶のチャチャチャと、ペコちゃんのミルキーを使った、パンケーキを、作らせてもらいました。ぜひ皆さんも、試してみてください。さよなら。